いいよ。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、じゃあやっていきたいと思います。またちょっとねマイク入ってなかったんでこれやり直しております。前回リーチャオランからだったかな。なので今回はリーチャオランの練習、相手がねちゃんとアリサってなってたんで、対戦はやっぱりカズヤですね。この間のラースみたいに、練習した甲斐がないような、そういう面にはならないと思いますね。アリサとちゃんと戦えそうなんで。前回はねまさかね銃を使っていい面だとは思わなかった。さあ、じゃあちょっとイーチャオランの技全部見せてもらいます。はい、耐えられるかな。食らうがいい。お別れだ。なんだこれ。耐えられるかな。いや、ちょっと耐えられないから一回でいいや。よし、じゃあまた一個ずつね全部見ていきたいと思います。垂れ流しで。ヒット時、ヒット時当たらなかったら出ないのかな。なんかね、そもそものねそのキャラクターが三島財閥の養子みたいな感じで、だから和也とね争わさせられてたと、そんなキャラクターみたいですけど、あんまり記憶にないですね。ずっとやってきたわけじゃないので、今のねウィキ読んだだけです。暴発中に。意外とある、まだある。あ、これこれなんかねウィキ読んだらなんかねこの掛け声に特徴があるらしくって、検索したらそればっかり出てきたんだよな。このホワイヨってのが。昔の対戦格闘ゲームは同じキャラ同キャラは使えないみたいなのがあったんですが、鉄拳の場合はその同キャラ対決を同じ技使う別人に設定してたので、そういうのがね生き残っちゃってるんですよね。鉄拳の場合ちゃんとストーリー作ってもらって、このリーチャオランもね確かサブキャラだったはずなんですが、大出世ですよね。ちゃんと自分の技作ってもらって、こうやってキャラクターで戦えるんだからね。なんだ、また寝てるけど。いいのかこの技。おお、また行くんだ。多段技が多いけど難しそうだな。なんかおお、ヒットマンスタイル。ああ、やっぱなんかそこからまた繋がるのかなこれ。
うん、あ、また言った、この言葉ですね。おお、当てない。おお、これは使われそうだな、連続技に。お、逃げた。あ、またなんか挑発してる。てんてんてんって、ずっと続くのかな、この技。あ、ほら、なんかずっと続きそう。スライディング。あ、10連。おお、最後はサマー。技のほとんどはね、なんか中国拳法寄りなの割に、なんか投げ技がいまいちだな。ああ、スタナーって、ストーンコールドスティーブオースティン、プロレス技が多いな。なんかフェイスクラッシャーという中国拳法じゃないのこいつ。おお、あ、サンプルコンボ。あ、やっぱりヒットマンスタイル中のコンボがありますね。あ、なんか意外と簡単かな。うん、これも。うわ、下下、これは大変そうな技だな。おお、最後にこれも。食らうがいい。お別れだ。おお、長い。もう一回見るかな。食らうがいい。お別れだ。はい、じゃあ全技紹介でした。じゃあね、ちょっとここから練習したいと思います。はい、じゃあカット。じゃあまずは10連をちょっとやってみましょうかね。練習、これ、トッ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 トロトットって言ってるから、最初の3つだけで良さそうですね。こんな感じ。おお、一回出てきたよ。おり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 、意外と簡単なのこの10連が。最初の3つだけ、7回までいった。あら、できなくなっちゃった。あれ、3回だけになっちゃった。ほら、あ、合ってる。合ってる。なんか意外と簡単でしたね。じゃあ次いっちゃいましょう。コンボ、まあ、どうせできないでしょうけどね。次これ、カモーン。怖いよ、追っかけてって。これよし、これですね。
手を離しても大丈夫だ。あ、なるほどなるほど。あれ？ハハハ、ボタン間違えちゃった。ま、いつまでやってんだ。いつまでやってんだ、いつまで。あ。こうか。はははは。これも簡単でした。そんなに前には進まない。あ、進む。あ、壁に当たるとやっぱダメか。ほら。じゃあ次。もう簡単そうだけど。立ち途中に。あら、当たんなかった。これを。あれ、なんか当たらない、ね。あ、結構すぐだ。すぐやんなきゃいけないんだ。もっと早くか。ああ、壁だとちょっとずるいけど、まあ一応成功と。次これ。最後だけ走る感じか。じゃあ最後にファミ通の方やろうかな。ファミ通の方の連続技がまずこれ。あ、2位なんだね。おや、あ、なんか違うのできるよ。よいしょ、はい、できた。と、これは簡単そうでいいですね。こっちを優先しようかな。よし、じゃあストーリー行って終わりにしましょうかね。リーチャオラン編。あ、またなんか新しいキャラクターエピソードを解放しました。なんかもらった。どれ？またもらった。なんか、あ、3分の1になってる。だいぶ増えたね。アスカのままでいた。シャオユ、クラウディオ、カタリナ、カタリーナ、ギガス。さらにはマスターレイブン、ドラグノフとだいぶ増えてますね。まあ、多分全キャラ当然あるんだろうし、ここですね。よし、じゃあリーチャオラン対アリサ、そこまでおそらくカットすると思います。チャプターは6、目覚め。はい、多分アリサのところまでカットすると思います。エクセレント。ここからですかね。助けた恩を蹴りで返すとは、とんだジャジャウマぶりだ。助けた恩、ここはやっぱりびっくりするな。あれ、記憶システムがまだ正常でないようだと。頭探してる。不審者を確認、排除します。やれやれ、さあ行きますか。でもね、49歳なんだっけ。結構おじさまなんだよね。あ、頭取れた、頭取れた。いや、これ毎回気持ち悪いよ。取れてるって。も
怖いよ、ほんとに。いや、もう、いや、元された、元された、いいよ。ほんと、アリサ使いたいわ、ね。首取れちゃう、そんなことしたら。出てて、チェーンソーじゃない、それ。死ぬ死ぬ、いや死んじゃう、本当に死んじゃう、死んじゃう。頭をおとりに使うな、本当に。死んじゃったよ。ダメだ、笑っちゃった。いやいやいや、死んじゃう死んじゃう、チェーンソーだから、その手。あら、なんか全然違う。まだ行きます。ファイト。あ、2回やんの。だーい。いや、死んじゃう、死んじゃうから。死んじゃうから。なんだ今。どうやんだっけ。これか。あら。あれ。死んじゃう死んじゃう。エイジアートどうやんだっけ。耐えられるかな。食らうがいい。お別れだ。首取れちゃうから。首取れちゃうから、また結局ね、コンボ技なんかほとんどできやしないという。あれだけ練習したのにね。少し予定が狂ってしまったが、起動テスト完了だ。今の刺激で記憶システムもまともになったのではないかな。あ、まさかあなたは。思い出した。変な社長さんのリー、なんとか。変なは余計だが、あとリー・チャオランだ。まあ思い出してくれて光栄だ。うん、まあ変な人だね。なぜあなたが私を。私は一体。また壊れちゃった。なるほど、完全回復とまではいかなかったか。最近頭を粗雑に使いすぎだけど、この子。あ、次になりますね。チャプター7。Famous for its humanoid research and brilliance in the field of ergonomics. この人もね、あのどっかの会社の社長なんですね。As a child, Lee had been adopted by Heihachi Mishima. So he knew Kazuya of G-Corp and once shared a rivalry with him in the ring. I listened intently, excited about this new breakthrough. Lee's knowledge went beyond that of any article I'd read. What he said next. どこかね、なんか3枚目みたいですね。君は悪魔の存在を信じるかい。 He continued. 全てはカズヤ。奴の血が三島家を狂わせた。だな。どうかな。何か思い出したか。君がここに来た理由に
君が一緒に20年経ってんのに思い出せないか。なかなか年を取らないね、このリーチャオラは。風間人の命令である男の人と戦ったことは覚えてるんです。あれ、風間人がマスターなのね。たくさんの戦いをしてきたことも、でもその人がどんな人だったかは全く。涙がどうして。今君の目にあふれているのはその男に会いたいという強い思いさ。人と同じね。人と同じ。泣いている乙女を放っておくなど私の美学に反する。君を君の居場所へ案内してあげよう。本当ですか。ああ、お出かけの時間だ。なんだこれ。あれ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 、攻めてきちゃったよ相手が。適正の生体反応を確認。鉄拳銃。鉄拳銃。やれやれ、無断侵入。あれ。あ、今度はアリサを使うのかな、もしかして。なんかそんな感じになりそう。あ、やっぱり。あ、今度は銃使わない。いて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 。今度はアリサっぽいですね。あー、よかったよかった。頭をね、ちょっと粗雑に使うキャラクターとして一度はやってみたいですからね。じゃあ次はアリサの練習からのアリサストーリーを見ると。ただね、最近ね、この練習が全く本番で活かせないですね。全然できないですね。頑張ろう。よし、ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。